はい、おはようございます。今日のライドはこのジャージをスポンサーしてくれた方としたいと思います。今までちゃんと説明したことないんですけど、実はこのジャージに乗ってる会社の名前スカイグリッド、これですね。この、システム開発の会社が、お金を出してくれてこのジャージを作ることができました。そして今日その社長山本さんという方なんですけど、その人と一緒にライドします。どういうふうにこのつながりができたかというと、私の相方松岡さんヒロの会社で、そして社長は山本さんです。山本さんは最近ちょっと自転車に興味を持ってくれて、松岡さんも乗ってるということで、多分影響を受けて、で最近ロードバイク買った。そして今日は河内長野のコンビニで集合して、松岡さんももちろん来ますけど、そこから、コンゴロープへ金剛山のらへんのところで、ちょっと緩めのライドをしてどっかのカフェに寄ろうと思います。今日の動画は、いわゆるゆるポタになると思いますけど、たまにいいじゃないですかね。今回だけは許してください。それでは集合場所に向かいたいと思います。あとチャンネルの登録をしていただければすごく助かりますので、よろしくお願いします。集合場所に着いたらもう山本さんが先に着いてて、ちょっとコンビニ入ってるんですけど、これは山本さんの自転車です。トレックエモンダ SL かな、新しいモデルで105ですね。油圧式のディスクブレーキ、もちろんカーボンフレーム。初心者の自転車にしてはめちゃめちゃ良くないですか。後ろも、ライトついてて、これは何でしょう、携帯の充電器かな。初心者の自転車にしてはめちゃくちゃいいと思います。私キャノンデールなんですけど、キャノンデール買う前にこのトレックエモンダにしようかなとちょっと迷ってて、ただ高すぎて結局買えなかったけど、めちゃくちゃいいと思います。色もメタリックブルーの2色ですね。そうですね、まだ松岡さんちょっと遅れてはないけどまだ来てないです。その方山本さんこのジャージのスポンサーになってくれた山本さんです。今日は一緒に走って、自転車最近乗り始めたのはいつですか。めっちゃ初心者で、いつぐらいやろ、今年の、春とか。半年弱とかですね。まだ経ってないですね、はい。ちょっといろいろと、感想を行かせていただいて、一緒に多分今後ロープウェイこの辺河内長野の周辺で走りたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。新しいジャージ着てるじゃないですか。京キャニオンやこのジャージで2人並んでの初めて。確かにだってあんま動画出てないもん。全然出てない。山本さんが何のバンドなんで、うちのデスメタルバンドで、僕ボーカルなんですよ。もう長いことやってるんですけど。ちなみに結構人気です。もうない。なんていうバンドです。チェーンディザスターっていうバンドです。チェーンディザスター。ディザスター、はい。ディザスター。アップルミュージックもとかもあるよ。マジなんです。はい、ほんまに。興味があればコメント欄のところ確認してください私も確認します。どこでライブですか。心斎橋のビッグツインダイナーショベルっていうところでスタジオライブです。ライブハウス。7月31日土曜日やったかな。日曜日かな、ちょっと忘れた。興味があればよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは今から
金剛山、金剛トンネル、315号線、に沿って奈良川まで降りて、そこでパン休憩してから、君峠から帰ろうと思います。なんか喋るって、うん、なんか喋る久々の登場で久々の登場も何も分かった。セグメントがあって、それのスタート地点なんですけど、登り切った。いや、こっからが本番。アタックするんですか。アタック、いや、山本さんはアタックするけど、これはあ、する、うん、マジてか、何の話か分かってないじゃん。今までそのロードバイクとかに乗って何か感想とかあるんですか。え、めっちゃ楽しい。何が一番楽しいですか。気持ちいい。気持ちいい。なんかクロスバイクで普段移動してたんやけど。そうですよね。クロスバイクと何が違うんですか。クロスバイクは僕の中でなんか適度に体を動かせる移動手段やったんやけど、これ買ってスポーツになったって感じ。あ、移動手段だけじゃなくても乗るだけで楽しい、うんうん、まあ運動もできるみたいな。今までロードバイクに乗ってなんか、はいはい、ここが分かりにくいとか、なんか悩んだことありますか。クロスをそもそも買うまで分からんかったけど、はいはい、メンテって自分でするんやって。簡単なもの、まあ、パンク修理とか、うん、なんかチェーンのメンテナンスとか、もう自分でされてるんですか。いや、あの、まあ、ママチャリとか乗ってたら注油すらしないじゃないですか。はい。ロード初めて自分でチャリの丸洗いでやる。そうですよね。やっぱり大事にしたいですよね。そうそうそう。ママチャリの茶色いチェーンとか見てたらかわいそうになる。ああ、それは私も思います。悲しくなる。キシキシキシとか言ってる。そうそう、音鳴ってる。自転車道具として使えそうなやつ。何に使うの。何書いたの。いや、でも結構その時によるんですけど、うん、その時、いや最近そこまでヒルクライムに対しての熱意ないんで、うん、なんかエアロ系のやつとかありかなみたいな。エアロードとか、あ、キャニオン。え、何が好きとか。キャノンデルスーパーシックスユーフォ。なんでこんなに重い。まあ、やっぱディスクやからっていうのと、あ、なんか、まあ、とりあえずシートマストっていうけど、こんなんアルミとか、なんかもうところどころ結構アルミ使われて、間違いなく一番はホイール変えることっすね、最初は。ホイール 一番高い。そうやんな。すごくいいチョイスだと思います。あ、もう空いてるっていうか、8時から帰って。余裕っす。じゃあ、じゃあ行きましょう。行けますね。もう空いてます。美味しいパン食べましょう。逆に混んでるかもしれない。近い。近いとは言えないですね。距離で言うと近い。いい感じです。しんど。回収車。綺麗でしょ。すごいですね。そんなめちゃめちゃ急じゃないですか。松岡さん容赦ないですね。奈良川降りますけど、あそこの下りも結構綺麗。あ、めっちゃいい感じ。あとちょいです。よっしゃ、奈良県。お疲れ様です。こんにちは。
あ、いいですか。ブログに紹介していいですか。マジですか。お願いします。坂山で一緒に走ってますよ。あ、マジですか、すみません。ブログの人ありがとうございます。あ、まあ、一応撮ってます。ありがとうございます。なんかチームですか、クラブです。こいつは違います、敵です。あ、敵です。確かに一人だけ違うジャージ着てます。また境浜来るで気張るんですか。いやちょっとどうしよう。いや、絶対いつか行きます。はい、じゃあ頑張ります。またどこかで。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。マジですげえインフルエンサーやん。うん、ちょっとややこいのがさ、 かっこええ欲しいなって思ったチャリンコが20万切ることってまあないな。でもああそれは確かに、うん、確かに。でやっぱり初めからもう速攻カーボン進められるしな、みんなに。うんうん、そうなったらもう12とか15じゃないやんか。ないっすね。でもなんか私の経験で言うと、うん、なんか最初安いやつ買って、でそれをアップグレードしようと思ったら、なんかフレームが低いグレードのフレームやったら、うん、いくらアップグレードしても、うん、あんまりアップグレードにはならないから、だから最初からこれぐらいのいいフレーム買って、で後で何か変えようとしたら全然いけるし、うんうん、いいホイールも変えるし、全然長く、この方が長く乗れると思います。最初のまだ、まあ、自分が本当に乗るかどうかわからないけど、なんかこれぐらいの額出さなあかん。そうそうそう。でもほんまに楽しかったらもうその方が安いし、多分その方が楽しめるかなと思います。だからもう、いやマジでこの自転車でめっちゃいいチョイスだと思います。なんかめっちゃ褒められてる。いやこれほんまにいい、ほんまにいいやつですよ。全然置いていかれるから。いやそれは仕方ないじゃないですか。自転車のいいところはもう乗っただけでも絶対速くなるから、あの時間の問題です。というパン屋さんですね。こっち側奈良川に降りたら、まあ、自転車乗りの中でちょっと人気なパン屋さんがあります。自転車ラックも置いてて、まあ、自転車に優しい。あ、ちなみにマスクの予備って持ってます。あるよ。マジですか。ありがとうございます。ありがとうございます。忘れた。反省しなさい。はい。マスク持ってきてないの。持ってきてない。バリッキー大きいやん。バッシングを受けるな。合成したらいける。それめっちゃ大変。外行ける人だったらファイザー置いてるの。行ける。あ、楽しすぎるチャリンコ。こんなところ来ると大体買いすぎる。あ、いいっすか、うん、いいマジですか。ありがとうございます。だってやつが非協力的やもん。マジですね。エゴスさんうまそう。セルフ、あ、分かりました。おいしい。やむやむ美味しかったです。今から君峠、この広域濃度という道を走って、君峠で大阪に帰ろうと思います。あの山本さん多分このさっきの道を、折り返すのしんどいかなと思うので、まあ君峠やったらちょうどいいかな。あかんかったらタクシー呼びましょう。屈辱のタクシー。
丈夫かな。松岡さんはもう見えてない。社長松木はないらしいです。34度今いるところは、しかも まだ午前10時。日本の夏はやっぱりちょっと苦手。山本さん、もしかして短い坂の方が得意じゃないですか。しんどっ交差点右です。ここからちょっとうざい登りが、ちょっとうざい登りがある。ちょっとうざい登り、車が結構多い。あ、山本さん頑張ってます。松岡さんはいつものように先々走ってます。この今から登る君峠という道なんですけど、まあ、大阪で人気な峠でいうと、まあ、多分一番初心者コースと言われてます。頑張ってください一緒に走りましょうよ。一緒に走りましょうよ。前にもう一回ちょっと休憩止まってます。やっぱり山本さんちょっときついですね。まあ、今日は特にめっちゃ暑いからゆっくり登ります。松岡式のかわいいですね違います頂上今始まるところですよ。頂上もうすぐです。さあ嘘つけ。今のヤッシーさんや。ヤッシーさん絶対沢田さんと岡崎さん来るんちゃう。あれ多分絶対そうやろなんかこの辺乗るって多分話になってたと思う。セグメント。いってらっしゃい。お疲れ様です。松岡さんまた社長置いていっちゃった。この坂結構ちょうどいいでしょ。いや、きつい。さっきの人たちは結構一緒に走ってるメンバー。なるほど。沢田さん。ああ分かりますよね。触れんの触れ、あのピンクジャージの人。はいはいはい、沢田さんでした。なるほどそう。島の選手も来てますね。余裕でしょ。いや余裕ではないけどなんとか。今の人たち、島のプロ選手。プロ？そう。大阪で走るのすごくいいところはプロ選手めっちゃいるからですね。島のとマトリックスとか、なんかマトリックスというチームが結構スペインの選手が多くて、はい、でこの辺よく走るから、例えば昔ツアードフランスに出てた人とかもいるし。すげえ。だからまあ僕たちが走ってるコースを普通に走ってるから。なんかツアードフランス走った人たちってこれぐらいの強さあるのがよくわかる、はいはい、あもうフィニッシュ。松も先行ったんここで待ってると思ってたけど全然先行っちゃった。降りたのかなどういうことお疲れ様でした、今日のライド暑くて。山本さんどうでした。苦し楽しい。苦しいいい答えですまあまた、2日後、一緒にこの3人でサイクルモードに、行こうと思いますので、その時もよろしくお願いします。あと山本さん一番冒頭で言ったようにバンドやってますので、そちらのリンクを説明欄のところに貼っときますので、
よければ聞いてください。聞いてね。 J-POP です。何メタルですか。デスメタルです。デスメタルのファンの方お願いします。はい、今日はここまでです。チャンネル登録お願いします。お疲れ様です。よろしくお願いします。